壁ドンとかされたことないか心が痛くなるから そのプロセスも大事にしてよ。だから日本の料理が一番うまい世界で失敗だらけ私はい、皆さんどうもこんにちは、アシアです。そして今日のゲストの方は誰ですか？テルマです。テルマさん、YouTube で見ましたじゃあまずは自己紹介お願いします。皆さんはじめまして、テルマと申します。アイスランド人です。私は日本8年前ぐらいに初めて来て、まずは学生として来て、今はインターナショナルスクールで幼稚園の先生として働いてます。すごいですね。アイスランドって言ったら皆さんお分かりでしょうか。珍しいと思うんですけど、アイスランド人、私も実際会うのは初めてです結構遠いですね、アイスランドは、うん、でどうして遠いアイスランドから日本に来たかとか、日本語を喋っていらっしゃるので、なんかどうやって日本語を勉強したかとか、そういったインタビューを今日してみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとはアイスランドっていう国についてちょっと別の動画で詳しくお話聞きたいんですけど、また次回。日本語をアイスランドで専攻として勉強してました？はい、アイスランドの大学で日本語を学びました。じゃあどうしてアイスランドで日本語を学ぼうと思ったんですか？日本が好きだからでもその好きになったきっかけは、イギリスに住んでた時に、おー、ミッキーマウスとグーフィーは日本に行くっていう本を読んで、何それでなんかグーフィーとミッキーはいろんな国に行った、なんかシリーズ、なんかいろんな、たくさんの本があって、そのうちの一個は、なんか日本の旅だった、で、うわー、こういう国もあるのかってなって、いつか住みたいって思って、住みたい本を見てそう、で、それでもちろん日本についてもっと読んで、ドキュメンタリーを見て、日本について勉強したから、もっと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 好きになったから、いや絶対住むわって決めた、え、その時はイギリスに、子供の時に住んだことあるってことですね。そうそうそう。じゃあその本は何歳だった？6歳。6歳の時、結構、じゃあ小さい時だね。面白いね。なかなか珍しい。アニメとかを見てたわけではない？まあ結局もう10代の時からちょっと見始めて、チョビッツっていうアニメは、全然わかんない。結構そう、それ初めてのアニメだった。なんかもちろんポケモンとか流行ってたんだけど、それはなんかあんまりアニメって言えない、なんかどこでも流行ってるから、なんかアニメに対する文化もあるでしょう。そうだね、アニメ文化よりなんか普通のカートゥーンみたいな、そう、子供向けの、はい、でもなんかチョビッツみたいなアニメとポケモンはなんか違うって私勝手に思うんだけど、でもだからチョビッツは初めて見たアニメっていう。あ、ちょっと待って、チョビッツ、あ、分かった分かった、なんかそのここ耳ついてる、そうあれ、あ、見た、ああ、そっか、そうだ、今言われてみれば思い出した確かに全然違うねそう、そのなんかその時に YouTube で全部あったの、アニメ。YouTube で見れたから、見れたんだ、よくチョビツとかエレフェンリードとか僕らがいたとかみたいなアニメをめっちゃ見てて、すごい好きだった。こんな日本の社会はこんな感じかってもちろん違うけどあとはなんか音楽とかドラマ映画とか全部、日本について全部知りたくて。あ、そういうのいろいろ見てたりもしたんだ。そう、じゃあ音楽とかドラマだったら具体的にどういう歌手とかですか？音楽だったら実はビジュアル系と宇多田ヒカル。なるほどなるほど、ビジュアル系結構人気だね。私もビジュアル系昔は好きだった。ロシアにいた時ね、ビジュアル系めっちゃかっこよかった、あの時あの時なんか流行ってた世代だったよね。今多分もう全然流行ってないけど、じゃあビジュアル系のバンドで、例えばガゼット、海外で大人気だね。そう、確かに、多分なんかロシアでもコンサートで来たことある気がする。多分ヨーロッパもね、いろいろライブとかあったよね。そうそう、アイスランド以外すいません。じゃあドラマは？ドラマは恋空。恋空、まあ映画だったけど恋空。でもドラマだったら、なんていうドラマ、いたずらのキスはドラマだったっけ、アニメと漫画だったけど、ライブアクションドラマも出たと思う。
はいはいはい、あと花より団子、花より、あ、でも花より団子は見た、それを見た。じゃあ結構そう、日本の音楽とか、うん、ドラマとか、うん、まあ、そこからもう私と結構一緒かもしれないね。じゃあ日本語学科に入って、じゃあ日本語勉強しようって感じで、そう、そこは共通点がいろいろある。親近感ね。そう、8年前に来て留学生として、はい、でまあ留学が終わった後には1回帰った、戻ったけど、そう、でもなんか日本は頭から離れなくて、戻りたい戻りたいってずっと思ってて、うん、であの大学卒業して、うん、でもまた大学校とか大学行きたかったって思って、演技を学びたかった、だからドラマを見て。そう、東京にある演技専門学校を調べて1個見つけて、そこに行って入学して。え、すごい行動力、そこから。もう夢のためには頑張るかな。実際どうですかドラマ。それ、まあ、もちろ ん, なんかあの主人公としてはまだ出てないけど、日本のドラマで、でもエキストラとかちっちゃいパーツとかはあのできて、それすごい面白いし楽しい、うん、うん、そう、私もモデルの仕事でドラマの出てたことあるけど、そう、確かに今まで昔見てたドラマとか日本に憧れてそれを見てて、で日本に来て、まあ、まさかそんなね出れると思わなかったんだよね、うん、すぐ出れたよね、うん、モデルの仕事として、あ、ドラマ、うん、なんか自分が見てたドラマの俳優さんとか女優さんがいて、うん、あ、すごいこの世界に。ね、そうそうそう。いや、わか、なんか言葉にできない、なんか不思議な気持ち、うん、出た。日本は初めて来るとどんな感じだったんですか、その時の記憶とか。なんか飛行機が到着した瞬間、なんか帰ったっていう気持ちに勝手になって、私は帰れたみたいな、あ、日本に、うん、でもちょっと不思議な気持ち、私一回も日本に行ったことないし、うんうんうん、なんでそんな気持ちになったかよくわからなくて、なんかよく人はなんかカルチャーショック受けたとかを言うだよね、うん、全然それは一回も受けたことがなくて、うん、あの多分勉強しすぎたかも。あ、で日本について勉強しすぎて、確かに何も不思議なことはなくて、あ、面白いねぐらいは思った。そうなんだ。そう、結構子供の時から興味持っていろいろ勉強すると、もうたくさん知りすぎて、確かにこれだよねって、あ、これも知ってたけど、うん、なんか勉強してきたけど、あ、実際そのまんまみたいな。そうそうそう。あ、でもたまにさ、海外から見るとちょっと間違った日本のイメージもあったりしない？やっぱりある。海外で伝えてる、こういう風に海外で伝えてるけど実際は違うって、私結構それ実感したことあるけど。あ、例えばドラマとかアニメで見た文化、うんうん、あったら、私はそれ、これは本当かどうかをグーグルしてて、日本人のなんか、あ、なんか回答を読んで、あ、本当じゃなかったかって。そこまで細かいことを調べてくるんだ、事前に。そう、え、すごい。映画とアニメはもちろん嘘だから、何か本当か何か嘘かちょっと調べたかったの。え、例えば今パッて出てくる。いいよ。パーって出てくるのは、例えば日本人の男性とか、うんうん、アニメとかドラマの中で結構ロマンチックでしょ。まあね。ごめんなさい、でもこれ調べたら全部嘘。あらーちょっと、ドラマを見てその俳優さんとか、うん、でドラマの中で結構女性に対してすごいロマンチックだけど、そうそうそう、でもリアルマジか。あー、残念でしたね。そう、それちょっと残念だ。まあでもそういう人も、まあ、ゼロではないんでしょうけど、けど、まあ難しいね。そう、なんかアニメとドラマの頻度と比べると全然壁ドンとかされたことない。壁ドン、壁ドンされたかった。うん。ね、壁ドンされたいんですかね。うん、あ、じゃあ壁ドンしてくれる人、ぜひコメントでテルマさん募集しています。壁ドンしてくれる人募集中らしい。そっか。え、じゃあそのドラマとかも私も見てたんだけど、自分も最初見たドラマのイケメンパラダイスだったけど、見たことある。うん、日本ってこんな感じかな、ちょっと行きたいね。じゃあ日本の男性は好きですか。うん、好き。あ、やっぱり。
ドラマで見て好きになるね。でもちろ ん, なんか 国籍は関係ないと思うけど、はい、でもまあ日本人の男性に会ってみたら、うん、実際に会ってみたら、うん、みんな礼儀とかマナーがすごい正しいなって思って、ね、イギリス育ちだからそれ結構憧れてる、はい、なんかいいと思う。なんか多分日本人って外国人の男性は紳士だったりとか、あのレディーファーストとか礼儀正しいとかっていうイメージあるけど、ね、でも実際どうですかね。なんか日本人の男性の方がなんか優しいというか丁寧というか礼儀正しかったりするよね、うん、どうですか。もう全然日本人の方がレディーファーストって感じてる、うん、例えば道路で歩いてる時に、確かにあの車側で歩いてくれるとか、うんうん、カバンを持ってくれるとか、うん、ドアを開けてくれるとか、はいはい、すんごい優しい、うんうん、でアイスランド人なんかの男性はあんましないかな、そういうこと。あ、しないんだ。あ、でもアイスランドは、男女平等がすごい進んでるから、そう結構女性は強い強い、うん、だからカバン持ってあげようかってなったら、いや私強いから自分でできるよってなるから、男性はちょっと自分からはあんまりしようとしない。そう、なんか海外は確かに礼儀正しくて紳士な人もたくさんいるけど、でもみんなそうとは限らないんだよね。そう、みんなそうじゃない。全然なんかルーズな人もいるし。いる。うん、アイスランドでその日本語勉強したことについてはどうですか？なんか4年ぐらい大学で。3年。3年。大学3年で留学してる？留学も1年？え、じゃあ全部で3年？留学含めて？そう、全部3年。え、早い。うちの大学5年だったからさ、結局途中で辞めたけど、3年だったら卒業してたわ。早っ。いいな、そんなに違うんだ。じゃあ結構もう普通に大学卒業して、まあ、留学もして普通に話せた？あ、まあまあ話せたけど、演技専門学校のおかげで漢字もちゃんと読めるようになったし、はいはいはい、話せるようになったから、うん、もう毎日ずっとあの日本語しか使わなくて、私外国人一人しかいなかったから、うん、みんなも英語できなくて、はいはいはい、そのまま無理に日本語使わないといけなくて、うん、あと台本も確かにいっぱい読まないといけないね。そう、そういろいろ。そう。大変。でもずっとその3年間の演技専門学校で、うん、まあ、3年生以外から、まあ、1年生と2年生の時にはずっと発音、発音、発音って言われた。発音がダメ、発音がダメ。演技は、いや、まずは発音。発音から直してって言われた。大変だった。あ、でもそうだよね。もしかしたら今それ聞いて思ったのは、なんか日本語学校より演技の専門学校の方がね、いろいろ話せるようになるのかな。そう、間違いない。結構日本語学校通ってても喋れないっていう、あのそういう悩み結構聞くし、会話全然教えてくれないって結構聞くから。あ、そうだね。面白い、面白い。じゃあこの8年近く日本に住んでて、何か自分が日本人っぽくなったこととかところとかありますか？まあ礼儀かな、うん、礼儀もとイギリス人より厳しくなって、あと、イギリス人も結構礼儀が厳しい。そう、ああ、結構厳しい。アイスランド人に比べると、うん、厳しい。あとはなんかもうこれまだなんか完璧にできてないんだけど、日本人は何かを作るために料理、うん、動画、うん、仕事とか、うん、プロセスをすごい大事にしている。でもか海外ではプロセスをもちろん大事にしている人はいるけど、大事にしてない人はいる、うんうん、なんか結果が出せばプロセスはどうでもいいって思ってる人が結構いるから、私もそうだったの、うん、でも今はプロセスも大事にしたいなって思ってるけど、うん、たまにその元の性格が出てくる、うん、いいんじゃない別にとか、そんな真面目に考えなくていいってなんかなっちゃうけど、いやでもプロセスは大事だって日本人はね、結構何でも真面目に考えて真面目に取り組むのは、まあ、基本だから。そうか、そうか。だから日本の料理が一番うまい、世界で。日本の料理、うん、あ、なるほど、確かに、うん、そうだよね、工夫されてるよね。私多分昔からなんか何でも真面目に考えちゃうから、あ、うん、でもプロセスは
私多分でも真面目に考えちゃうのはいいけど面倒くさがりだから、あなんか長時間の難しい作業やるのも嫌いだけどね、適当に適当にやっちゃうね。でも真面目には考えるんだけどね、これって適当だなって。あ確かに、うん、あでもなんか私の YouTube でなんかあの、うん、なんか外国人と料理を作ってるシリーズがあって、うん、みんな結構なんか測るのは適当で、うん、これなんか何ミリリットルの水とかを聞いたら、うん、あー、ま、このぐらいハーフカップで、うん、いやでもいや好きな量入れていいよ、砂糖はあの大さじ小さじんーフィーリングでいこうあでも日本人だったらもう完璧に全部測るから。そっかそっか、料理に対してはそうなんだ。そうもうフィーリングでうん確かに料理はフィーリングだね。うもう失敗したらちょっと大変だけどそうね、カルチャーショックあんまりないって言ってたけど、でも特に注目したところ、うん、日本のここがなんか全然海外と違くて、例えばいいなとかこれって面白いねみたいなありました、まあ、日本はすっごい便利って思ってる、うんうん、例えばスーパー行くときに、あのアイスランドのスーパーに行くときにレジでそのまま袋に入れるの、うん、でも日本でレジでじゃなくてレジから移動して別の場所で袋に入れる、そうだね、人なんか邪魔になっちゃうから。確かに、うん、それ初めて見て、わーすごい頭いいね、もう本当になんかアイスランドにこれを紹介したいと思った。あそっか、これ言われてみればなんかもう当たり前で考えてなかったけど、そうだよね、海外だとなんかもうレジでそのまま入れないといけない、うん、別のテーブルとかない、ないないね、そうないないない、そこまで考えてるからすごいなって思ってる、うん、私は、うん、あとまあなんか買い物、うん、例えば雨の日に買い物しに行くときにはなんか紙袋にプラスチックを、あそうビニールをつけてくれるとか、確かに確かにそれはなかなかないね、うん、あれなんか建前があるじゃん、うん、日本で多分みんなそれ言ってると思う、外国人は、あなんかそう、ね、そうストレートに言ってくれない、それちょっと苦労してたかな最初は。なんか例えば女の子と仲良くしたならなんか向こうの日本人の女性が、ね、今度さあのお茶とか行こうねとか言われる、うん、あいやそう私来週の金曜日空いてるよ、あのちょっと私は空いてないかなとかあじゃ あの再来週の月曜日は空いてないねとかえでもお茶行こうって言ってくれたのに、なんでその人が言ったのに、うん、その自分の予定を提示すると、ある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 、うん、なんかマンナとか礼儀のために言ってるけど、社交辞令、そう社交辞令誘ってるけど実際は思ってない、そう実際はそう、それやだ、もう実際に思ってることは言ってほしい、うん私とお家行きたくないならわざわざ言わなくていいなって思って、うん、また今度会おうとかみたいな、うん、具体的なお茶行こうとか映画見に行こうとか言わなくていい、うん、今度会おうね、うん、See you とかぐらいがいいかな、うん、私は、まあ、それ個人的な、うん、いやでもある結構なんか今度じゃあどこどこ行きましょうって、あいいねとか、あ行きましょうねって返事が来て、その後じゃあいついつにしますかって言ってシーンみたいな、それが辛いそれあるそれ意外とあるんだよね、あるあるある、だからいや行きたくないなら、うん、あなたとはどこも行かないよってだから言えばいいじゃん言えばいいのに、でも言えないんだよね、まあそれも言えないんだよねそう、そこは一番難しいなってめっちゃ思います。多分日本人はそれはもう普通に、うん、生まれ育ってそういう環境だから、うん、でも私からすごい真面目でストレートな人からしたらなんで嘘つくのって思う。ああわかる、私も思うすごいなんか嘘つきじゃんみたいなって思ってしまうよね自分の言葉に責任持てよって言いたい、はい、さっきさプロセスを大事にするって言ったじゃん、はいはいはい、そこのプロセスも大事にしてほしい結果は人が傷あのなんだろう、なんかハートになる、なんか心が痛くなるから、そうそのプロセスも大事にしてよ料理だけじゃなくて確かに、それね悲しいこれで終わりいろいろ地方でどこか日本で旅行で行ったところで
日本で一番好きなところありますか？沖縄。え、沖縄やっぱり北から来てる。日本語急におかしくなっちゃった。いやでも合ってるけどね。まあ、アイスランド出身として、うん、やっぱり南国みたいな場所が憧れるんだ。そうそうそう、憧れるすごい憧れる。なんかロシア人でも沖縄好きってよく聞くけど、友達でもそこに移住したりとかしてる人もいるし、うん、私はまだ行ったことないからあれだけど、うん、やっぱ海とか海自然とか、そう、海、うんうん、自然、あと普通に行った時になんか生活感がなんか落ち着いてるなって思った。すごいゆっくりみたいな。そう、あ、でもそうだね、なんかやっぱり人とかも全然違う、うん、あの性格とか結構違う。そう、うん、なんか聞いたのはこの前なんだっけ、沖縄タイムみたいな、うん、なんか集合する時にこの時間集合だったらその時間に家を出るみたいな、うん、なんか時間ちょっと適当みたいな。そうそう、あるって聞いた。なんかストレスがなさそう。あ、確かに、うん、そっか、それが行ってみたいけどね、うんうん、沖縄以外はありますか？まあ、あれば大阪。大阪、あ、うん、関西。関西は好き、うん、あ、そうなんだ。そう、私結構なんか関西の人と仲良くしちゃうのよ、うんうんうん、親友は大阪人だし。そうなんだ。あの先生たちも関西だったし、はいはい、先生とすごい仲良くなって、うんうん、あの、そうね、関西の人が大好きなの、うん、あとこれも聞いておきたいけど、好きな日本食は何ですか？お好み焼き。もうそれこそ大阪だね。確かに。お好み焼きって言ったら。そうね。お好み焼きどうして好きですか？なんだろうね、海外であんまり ないよね、多分そういう形の料理って。ないないない、うん、で、なんか鉄板、うん、そう、めちゃくちゃ美味しくて、うん、野菜がいっぱい入ってお肉もつけても結構なんかヘルシー、うん、私はヘルシーだと思うけど、うん、ヘルシーで美味しい、うん、あのそのままそうテーブルで鉄板、うん、鉄板焼きだからあの食ってもらうんじゃなくて自分で作れるからそれが楽しい。あ、そっかそっか、そのプロセスも大事にってことのところね。そう、はい、プロセスを大事にするって。なるほどなるほど、うん、大事ですね。大事。じゃあ今日いろいろ面白い話ありがとうございました。テルマのチャンネルもインスタグラムとか動画概要欄にリンク貼っとくので、興味あったらぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。